惨劇が始まる。ハゼル悪意ブルートボンバー。さあ、早速始めていこう。ついに三層だな。最初に謝罪を。うん、今回は普通の攻略動画を出すのを諦めます。あ、コメンタリーになってやがる。実は三層は動画出すかかなり迷ったんだよね。ほう。というのも実装から時間が経ちすぎていて、今更普通の攻略を投稿してもあまり需要がないだろうし、あと抜け丸さんがゲーム8準拠で改訂版を出しているので、野良の主流を改めて整理する必要もないんだよね。三層は野良の主流を把握したいなら抜け丸さんの動画見れば OK なんだな。そそ。なので、今回は通常の攻略部分はもう捨てて、トレンド、タイムラインまで説明した後は、私が気をつけてることとかを適当にコメンタリーで流す形にするよ。ゼロから三層を学びたい人は抜け丸さんの動画を見てから戻ってきてもろて。今回は、より細かなコツを知りたい人、レンジの動きを特に見たい人、すでにギミックはわかってるけど復習したい人、単に暇つぶしで動画を見たい人、などをターゲットとした動画になっているよ。なるほど。では早速行ってみよう。まず、トレンドの戦法とマクロですが、抜け丸さん方式、つまりゲーム8さん方式です。知ってた。最初に抜け丸さんが出した動画をベースに、ゲーム8さんがまとめた戦法が野良の主流になっていったんだけど、唯一、ヒューズフィールドの処理の部分だけ、野良では違う方式が主流になったんだよね。ほう。で、それに合わせてゲーム8さんが解説を改訂、さらにそれに合わせて抜け丸さんも動画を改訂したので、完全に、野良の主流イコールゲーム8イコール抜け丸式、になっているよ。ありがたい。マーカーは？マーカーはこの置き方が一番多いかな。どのマーカーも3回に使うので、正確にこの位置に置こう。数字マーカーは、4が置いてある位置に1があるパターンも見るけど、まあ特に使い勝手は変わらないのでどっちでもいいよ。OK。続いてタイムライン解説。野良で練習の募集が立つ大物ギミックはこんな感じ。おいおい。いや、三層はあんまりフェーズが区切られてる感じじゃないんだよね。強いて言えば、この2回のドーピングを境に技が強化されるので、これがフェーズとも言えるんだけど、ドーピングだけだと誘導が荒すぎるんだな。うん、三層はドーピングみたいな演出も含め、大物ギミックが綺麗にタイムラインに並んでるイメージだね。なるほど。開幕からドーピングまでは技紹介、いろんな技の基本形を見せてくれる。ドーピングは完全な演出タイムで、小芝居の間はギミックが来ないので、落ち着いてバーストできるよ。プロレスの演出中にバーストしたり薬飲んだりする引かせんのがヒールなのでは。それなぁ。ドーピング後は各技が強化され、その状態でチェーンデスマッチ、霊式ヒューズボム、ヒューズフィールドなどの大物ギミックを処理する。ふむ。ドーピング2回目、ここはちょうど6分バーストなので、皮下線も薬終わる。へっへっへ、眼力の翻訳 G にを使わせてもらうぜ。ここからは一部の技がさらに強化される。大物ギミックとしては、チェーンデスマッチ2回目や極盛式スピニングファイヤーなどがあるが、それ以降はあまり難しいギミックはなく、3回目のドーピングを挟んで11分10秒までにボスを削り切れば終了だ。確かに、あんまりフェーズって感じじゃないな。うん、よく練られたタイムラインで、割と評判も良いみたい。まさにプロレス。では始めていこう。今回はコメンタリーであって攻略ではないので、純粋に攻略情報が見たい方は抜け丸さんの動画を見てね。丸投げである。さて、開幕バーストからだね。霊式攻略中は、しっかり薬も使っていこう。開幕使うから、先にドーピングしたのは非可戦だなわら。最初は、連続全体攻撃のスマッシュインパクトから、連続タンク頭割りのナックルパート。タンクバスターの処理は、一人でバフ受けしたり、無敵したり、いろいろなパターンがあるので、野良では事前にタンクさんが宣言することが多いね。さて、ここは栄翔によって3回かペア受けが変わるんだけど、どっちでもレンジの定位置は4だね。防衛なので今回はペア受けだな。防衛の扇は狭いので、きっちり角度を合わせよう。エイトショックパワーダイブ。ボスが向いている方向にダイブするので離れておいて、エイトショックなので、その後重ならないよう3回する。遠隔はなんとでもなるけど、近接はしっかり立ち位置を意識した方が良さそうだな。
近接は全員殴りながら3回できるから、厳密な位置取りをチェックしておくこと。さて、次のボンバリアンボムに備えて、私は南東に立っているね。南か東、どっちかに枠島に入るからだな。うん、遠隔組は南か東、近接組は北か西だね。はい、東に入ろう。床の模様でよく向きを合わせて。次はグランドマーカーを使ってきれいに中央に飛ぶ。おい、爆発してるぞ。ここ、ボスがランダムに四隅の塔に飛ぶんだけど、ボス足元はボスが邪魔でよく踏み損ねるんだよね。なんだ夢か。床の目印を使ってしっかり目的の塔に飛ぶ。飛んだ先にボスがワークした場合、特に気をつけよう。ほんとだ、めっちゃ見にくいな。四角いマーカーがあるので、この中央に立つのがおすすめだよ。なるほど。で、最後はボス側に飛んで終了。はい、オーケー。これで技紹介フェーズは終了。続いて長めのドーピング演出に入るので、しっかり2分バーストを叩き込もう。こいつを使わせてもらうぜ。これ、使い方が堂々としすぎてて、完全に仕込みの演出だよね、わら。隠すなら試合前に使うよな。ドーピングを検知。失格処分、失格処分。うるせえ、邪魔しなきゃねえ。プロレスっぽさが最高だな、わら。これはひどい、まさにゲロもう邪魔者はいねえ。さて、ここからは炎のエフェクトを見て近づくか離れるかが変わるんだけど、初回は必ず炎バージョンを見せてくれる。その辺も真心を感じるな。パワーダイブも炎バージョンは吹き飛ばしになる。床の溝の上、中央よりはちょっとだけ左寄りに立つ。あれ、占いさんが。挑戦者がダウン、立ち上がれるか。占いさんがすっ飛んでいったぞ。ヒラさんはあらかじめ後ろで剣術も使うことが多いんだけど、それを押し損ねたみたいね。立ち上がれるか。ダウンに実況入るの、時代が我々に追いついてきたと言えるのでは。悲鳴と実況を一緒にしたら怒られるよ。挑戦者、なんとか立ち上がった。というのはともかく、実況が入るのは状況がわかりやすくて良いな。うん、うつ主が頑張って悲鳴入れているのも、そうしないと誰かが起きたのが見てる側にわかりにくいからだしね。本当に理由の一つであるのは確かだと言えます。さて、タップマッチからのチェーンデスマッチ1回目。ここは私の意識しているコツを共有しておこう。さあ、俺様のルールに従ってもらうぜ。ここでは、チェーンで繋がれた分身の攻撃は必ず受けないといけないんだよね。そうだな。たださ、ラリアットって必ず中央は引かれるから、この中央ラインにいる限り必ずチェーンの分身の攻撃を受けられるのだ。確かに。なので、私はチェーンデスマッチの時は必ずチェーンのない分身を正面に見て、左右の移動だけでそのラリアットを回避するようにしているよ。なるほど。さて、正面の分身のラリアットはチェーンデスマッチ、鎖からは逃れられない。はい、左側がアンチだね。B に立っておく。あとは、1回目のアンチの反対に駆け込めば終了だ。はい、OK。なるほど、この考え方はわかりやすいな。で、忘れた頃にランダムなダブルラリアット。で、そろそろ開幕から4分のバーストなんだけど、ここだけは若干霊式ヒューズボムと被ってるんだよね。詩人は歌の残り時間でタイムラインを把握しているのである。さあ、メムエットが戻ってきて、ここからがバーストだ。バラードはさっき死んだから使わなかったんだな。詩人は歌がずれるとしっちゃかめっちゃかになるからね。ユーズボムの餌食にしてやる。バーストしながらも頭上をよく見ておく。はい、ここからが霊式ヒューズボムギミックなんだけど、ここは何が起こってるかわかりにくいので、詳しめに説明しておこう。ほう。ここではフィールドに8個のボムが配置され、また、プレイヤー自身にも導火線がついてボムになる。ボムになるとは、時間が来ると爆発するってことね。で、フィールドのボム、プレイヤーとも、導火線は短いのと長いのの2種類があって、最初に短いのが、次に長いのが爆発するのだ。つまりどういうことだってばよ。
2回、爆発があるので、適切に3回するというギミックだね。なるほど。で、具体的には？ここでは DPS 組とタンヒラ組に分かれて、長い導火線と短い導火線がつくので、自分たちについた導火線が短い場合の動き方と、長い場合の動き方、この2パターンを覚えてその通りに動くだけだよ。ふむ。まずは DPS の導火線が短い場合の動き方。この場合、DPS はすぐに爆発するので、1回目は爆発を3回1に捨てに行く。次、今度はタンヒラが爆発するので、DPS は暗記に固まっておく。壊滅しているが？あ、1回目でミスって死んだマナブさんの死体が爆発してる。人間地雷である。気を取り直して。DPS の導火線が短いので、まずは DPS が3回。場所はここ。DPS は3回して、タンヒラは固まってるな。そしたら、次は DPS が固まって、タンヒラが3回する。はい、OK。ふむ。次、DPS の導火線が長い場合。この場合、まずはタンヒラは爆発するので3回、DPS は中央付近のアンチに集合だ。そしたら、次は DPS が爆発するので、3回1に捨てに行く。ストップ。なんかさっきと3回1違ってないか？そりゃ、1回目の爆発と2回目の爆発ではアンチが違うので、3回する場所や集合する場所が違うのは当然だよね。ああ、そうなるのか。1回目の爆発、2回目の爆発それぞれのアンチと3回はこんな感じ。まず、導火線が長いボムと短いボムの位置関係は固定なので、一つだけ孤立した、導火線の長いボムを上側に見て3回するよ。ふむ。で、もし DPS の導火線が短かった場合、私は、1回目は爆発するので、自分の3回1に3回して、2回目は爆発しないので、この星マークの集合位置に集合する。導火線が長かったら？逆になるだけで、1回目は集合して、2回目は3回するだけだね。なるほど、コツは？1回目の集合位置、ここはなんとなくじゃなく、ギリギリを攻められるようしっかり位置を覚えておくことと、あと、導火線の判断、もし自キャラのが見づらいときは、同じロールの他の人の頭上を見ても OK だよ。他人のが見やすいとかあるか？武さんがそれよろししてると、全然見えないらしい、わら。なるほど。次、エイトショックパワーダイブ。ボスが燃えてるので吹き飛ばし、ここはもう、燃えてるかどうかランダムなので、しっかりボスを見て判断する。次、チューズフィールドだけど、せっかくの雑談動画なので、今は採用されない古い処理も見ておこう。この場合、まずは基本3回1に立っておく。こいつと俺様の前でドケーン。まずはデバフを見て、自分が長い導火線担当か短い導火線担当か判断して、20秒台だから、短い導火線担当だな。で、今立ってるところも短い導火線だから、移動しないで OK。合ってなかったら？時計回りに、長さのあった導火線の空きを探して移動する。長い導火線、短い導火線とも、必要な数ずつぴったりしかないので、自分が違ってたら、必ずもう一人違ってる人がいるはずで、お互いに時計回りに移動すればうまく交代できるってわけか。そう、これはこれで合理的だと思うんだけど、まあ、若干固定向きと言えるかもね。ふむ。では、現在の主流の処理も見ておこう。今回は、A から時計回りに、自分の持ち場を探していく。B さんは A から見て3番目の、短い線か長い線が担当ってことだな。私は逆に、北西からスタートして半時計に2番目を探してるけどね。はい、ここ。あとは、デバフランとにらめっこしながら、自分の番が来て、デバフが残ってなくて、HP が回復したタイミングで爆弾を起爆しよう。はい、OK。コツは？ここ、合わせて踏もうとするとなかなか起爆しなかったりするから、ゆっくり踏んだり、導火線上で立ち止まって踏むようにするといいよ。ああ、移動する物体との接触判定は結構シビアだよな。あとね、ここは結構時間の猶予あるから、焦らず、前の起爆から余裕を持って踏むこと。焦って2連続起爆すると即ワイプだしな。消火でも、たまにそれでワイプするの見るね、わら。さて、全部起爆したので、ここから次のドーピングまで、長いフルボッコタイム。そろそろバーストだな。ここ、開幕で割った薬のリキャが戻ってきてるんだけど。
そのせいで、ブルボンさんが2回目ドーピングするタイミングと、ヒカセンが2回目ドーピングするタイミングが一緒なんだよね。それ、開発側は完全に狙ってドーピング演出入れてるだろ、わら。これだよ、デジャルタニー、別の強化薬だ。次に備えて、3回1に移動しておく。ブルートボンバー、巨大キャッテルボー、この大技を食らいやがれ。ここでは、5発攻撃を数えたら離れる。1、2、3、4、5、離れて、駆け込む。そしたら、持ち場でアームズレングス、軽減も使っておこう。はい、オーケー。ここの連続技、めっちゃかっこいいのでもう一回流しておこう。攻略してたからって自由すぎんだろ。いやでも、確かにめっちゃ動きにこだわってるなぁ。こういう敵のアクション、実はプレイ中は必死で意外と見れてないんだけど、こうやって見てみると、本当によくできているよねー。まあ、これは確かに見る価値があるアクションだな。でしょでしょ。さて、次はかなりの難関、チェーンデスマッチ2回目。1回目に比べていろいろ足されている。まずはヒューズボム。これは霊式ヒューズボムと同じボム配置なので、導火線の長い3つのボムを探してアンチに立っておこう。この辺だね。次、チェーンデスマッチの考え方は1回目と同じ。チェーンのついた分身を横に見て、チェーンのつかなかった分身を避けるのに専念する。1回目ボムが爆発したら、2回目のアンチに移動して。で、正面の分身のラリアットを回避する。ここだね。で、最後に中央のブルボンさんの向きだけチェック。2回目のチェーンデスマッチでは、必ずこの中央ブルボンさんのドッキリも食らわないといけないんだよね。ふむ。ただ、今回の場合はもうここがドッキリの範囲内なので、このままで OK。なるほど。厄介なのは、中央のドッキリがこういう方向だった場合だね。この場合、どうすればよいのぜ？このケースでは、今まで意識しなかった横の分身を意識する必要がある。こいつの攻撃は食らいつつ、中央のドッキリも食らわないといけないので。画面下方向、ラリアットの範囲側に、ドッキリを食らえるところまで移動すれば OK だよ。ああ、このパターンは面倒だな。まあ、このパターン引かずにクリアしちゃうことも多いしね。ただ、いざ引いた時慌てないよう、考え方だけでも整理しておくといいと思うよ。OK。まあ、今回はこのまま待機して。で、1回目のアンチの反対側に駆け込む。OK。これ、毒ダメージはしっかり食らうんだな。あくまで、プロレスとして技を受けてみせないと死ぬ、というだけなので、わら。さて、ドーピング2回目あとはスマッシュインパクトも脅威の8連続に。指針は回復補助にミンネを入れておこう。連続攻撃にミンネ、あるとないとじゃ大違いだからな。こういう補助技を適切に使うのは腕の見せ所なので、もっと増やしてほしいんだよね。うぷ主は詩人が明らかに補助役として設定されていた頃からの詩人なので、思想が偏っているのである。なんなら、レンジ LD は蘇生に戻してほしい。などと供述しており。さて、この後がほぼ最後の大物ギミック。極森式スピニングファイヤー。なんか難しそう。ここ、解放が洗練されてて、かなり単純なんだよね。ほう。だって、体に導火線がつく部分、完全に無視できるからね。あれま。とにかく、回転する扇範囲についていって、ラストは3回1のマーカーに立つだけだよ。ほう。こうやって回っていって、ここでボス足元のアンチを通り抜けて、自分の持ち場の4マーカーに移動。はい、OK。広がる範囲は、担当マーカー付近の動きで回避できるよ。
せっかくなので、ここは何が起きているのかスローで見ておこう。範囲の配置やブルボンさんの回転方向、導火線の長さなど結構ランダム要素はあるんだけど、とにかく回って持ち場に立てば良いというシンプルな解放でいけちゃうのがすごいよね。想定会は別だったりするのかもな。で、回ってると必ずこういう形のアンチが足元に現れるので、ここを通過して自分の持ち場に走れば OK。レンジの持ち場は ?4 なので、今回は一旦扇を避けた後戻る感じだね。まずは足元に駆け込んで。で、落ち着いて自分の持ち場に移動する。マーカー近くの移動で範囲を避けていると、短い人が爆発して、で、範囲が切り替わって、この範囲と同時に、長い人も爆発する。が、マーカーに立っておけば、お互い範囲は被らない、ってわけ。しかも、次のダブルラリアットにもちょうど良い角度になっているという。ほんとだ。これは美しい解放だな。あるいは、難しそうに見えて、解き方はシンプル、というのを狙ったギミックなのかもね。ありそう。さて、これは実は初クリア時の映像だよ。スマッシュインパクト、痛すぎる。これ、みんな含め、一つ軽減少なかったら壊滅してるじゃん。トルバも入れとくべきだったね。これは初週だったし、装備も整ってない段階の霊式では、きっちり軽減合わせるのも重要なのだ。さて、ほぼほぼラストギミック。ボンバリアンボム2回目。処理法は1回目とほぼ同じで、ラストだけラリアットになってるよ。まずは反対の角に飛んで。角度合わせて。ラスト、ラリアットの来ない角に飛ぶ。で、往復ラリアットを回避。あれ、今、ラリアット2回目をチェックしてなかったような。見返すと、2回目を確認せずに反対に走ってるね。ここ、同じ側にラリアット来る可能性もあるので、2発目もラリアットの向きを確認しないとダメだよ。今回は運が良かっただけという。勝てばよかろうなのだ。さて、もうあとは時間切れのアルティメットボンバリアンスペシャルを残すのみ。せっかくなのでクリア前にお見せしておこう。自由か。下げれなくなった。そう、おしまいです。999万9999ダメージはロタ。さすがアルティメットボンバリアンスペシャルだぜ。負けるわけねえんだ。決まった！挑戦者の勝利！といったところで、今回はここまで。ではでは。ではでは。